非常に新しい人であったと私は思います。近代人であったと同時に、そういう日本人が昔から持っているなんか良さみたいなもの、そういうものを持ってたように思いますね。客のつかみってね、寄席でも言う言葉ですけど、つかみのいい人、つかみの早い人っていう言い方があるけど、早いですね。それができるんだったらもっと上手くなるはず、元気だったら生きてたらね、いい芸人になると思いますね。声のこう質の中に哀愁、それはすごいやっぱり日本人の大好きなところなんだよね。鮮烈な記憶とともに、わずか43年でその生涯を閉じた坂本九。今日は九ちゃんの歩みとその素顔に迫ります。この大家族の中で生まれ育ったことが、後に九ちゃんが芸能界へ進む上で大きな影響を及ぼしたといいます。だいたいうちはね、兄弟みんな芸能が好きで、で長男の兄貴は文学座にいて、歯医者になった次男はシャンソンが好きで、5番目の薬屋になった五つ兄貴っていうのはジャズで、で4番目で照明って早稲田の演劇部でずっとやってて、私は日大の技術学部映画学科行ってて、で妹は小さい頃から日本舞踊で、おふくろは三味線は弾けましたし、で親父とも寄席に見に行ったり、だからだん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 兄貴たちのそういう影響があって、ジャズも聴くし、でその頃からハリー・ジェームスのトランペットは色っぽいんだよ、あの服顔がすごく色っぽいんだよなんつってね、だからもう中学生がそれうちじゃ不思議ないのね。歌舞伎見ててね、あら印象そうだね、色っぽいねなんつうのは言うから。ジャズに憧れ、中学では吹奏楽部に。まさにその頃、九ちゃんは人生を変える一人の歌手に出会うのです。全米の若者を熱狂させていたロックンロールの神様、エルビス・プレスリー。一目でしびれてしまった九ちゃんは決意します。自分もエルビスのような歌手になりたい。九ちゃんの高校時代のクラスメートなのです。高校1年2年の時にクラスで、九ちゃんはもうなんかほうき片手に昼休みにプレスリーのモノマネをしてたっていう記憶があるんですけど、はい、トラブルっていう歌がすごく得意でね、 If I'm looking for trouble っていうプレスリーの歌があるんですけど、その歌が得意で、こう腰の振り方とかそういうのがすごくうまいなっていう記憶がありますね。だからみんなをやっぱりその頃から楽しませるとか喜ばせるっていう、そういうのをやっぱり、そういう素養っていうか人間性であったんではないですかね。それはね、スラスラ行くとよろしいんでございますけれども、これ全部でたらめ。共演した黒柳徹子さんは、九ちゃんの喜劇センスに舌を巻いたといいます。昔の芸人の人が持っているそういういろんなものを本当によく分かってましたね。
だからコントやった時 の, あの、まあ、一緒にコントずっとやってましたけど、その渥美清さんも一緒にいたんですけども、本当にあのみんな年上とか年下ということなく、みんなあの面白くやるのにはどうしたらいいかってことを、まあ、研究はしましたけれども、生まれ持ってやっぱりキューちゃんそういうものを持ってたと思いますね、うん、そして昭和36年、夢で会いましょうの今月の歌として紹介されたのが上を向いて歩こう。作詞 A 六助、作曲中村八大、世に言う六八九トリオのデビュー作です。しかし当初 A 六助さんは Q ちゃんに歌わせる気は全くなかったといいます。誰に歌わせるかって話になった。僕迷わず言ったのが三浦光一さん。三浦光一さんが大好きなんです僕、あの日本語の美しさが。その三浦さんのためにと思ったら、全然違う若い子を連れてきて、この子が歌うからやめましょうよそういうのって言ったんだけど、その子の歌い方がさっき心配したように、歩こうウォーウォーウォーでしょ。初めて聞いた時にびっくりしました。日本語かそれはっていう。で八田さんがいると怒れないから坂本九だけ呼んで、君の歌い方は間違ってる、これはウォーウォーウォーってどこに書いてあるんだって怒ったのを覚えてます。その子がウォーウォーウォーっていうのは不愉快だったんですね。でも八田さんに言われてるから仕方がないから、それはもうその通りで、この歌ダメだと思ったの。ところが A さんの予想に反し、歌は空前の大ヒットとなります。大ヒットに伴い8月にはアメリカのレコード会社に招かれ渡米。ロサンゼルス空港で待ち受けていたのはなんと1万人近いファンでした。東洋から来たスーパースターを一目見ようと、空港は大騒ぎになったのです。さらに翌昭和39年には、全米レコード協会からすき焼き100万枚突破を記念し、ゴールデンレコードが贈呈されます。期せずして駆け上がった世界の頂点。でも自分にはその地位にふさわしい力があるのか。若くして栄光を手にしたがゆえの不安でした。 A さんはそんな Q ちゃんを自分が主催するある会に誘います。それが月に一度赤坂の喫茶店で開催していた勉強会、笑え亭です。これはね、 A さんが私たちのドドイツも知らない、落語も知らない、何も知らないっていうので、 A さんがね、その笑え亭っていう、なんとか亭っていうね、その笑え亭バラエティに引っ掛けて、その1ヶ月1回ぐらいいろんな有名な方に来ていただいて、で要するに A さんはあの私たちに本当の上質のいい日本の芸を見てもらいたいって思ったんだと思うんですよ。A さんは会に積極的に参加する Q ちゃんに驚きました。プロデュースしたのは、ね、僕と渥美清と黒柳徹子と小沢昭一なんです。でそこに一番通ったのが坂本九です。Q はあくまでそのプロデュースした側じゃなくて、勉強するいい子でしたね。この勉強会を通じて Q ちゃんは自分が進むべき新たな道を見出します。それがエンターテイナー。歌だけにとどまらず、トータルな芸で人々を楽しませる、Qちゃんの新たな目標でした。そんな Qちゃんに願ってもない出演依頼が来ます。これまでになかったバラエティ番組の司会です。 Qちゃんはあることに熱心に取り組み始めます。後に自らライフワークと呼ぶことになる歩みの箱をはじめとしたさまざまな福祉活動です。歩みの箱なんかでも一生懸命でしたよね。あの日比谷公会堂でやった時なんか、前列にずっとあの障害持って車椅子に乗ってる人たちがこう前にいてね、で Q ちゃんが最後に友達っていう歌を歌ったりするんですけど、その時にもう本当に Q ちゃんと待ってて泣いちゃったんだけど、Q
キューちゃんがここに出てるからキューちゃんを見たいと思うのに、どうしても体がこういうふうに向いちゃう子がいて、お母さんがこういうふうにするんだけどちょっと手離すと首がどうしてもこっちを見たいのにこっちに向いちゃうっていう障害を持ってる子なんかがいて、それでキューちゃん、ああかわいそうだよねって言って、それで私もキューちゃんもそうですけど、その一番ステージのところに腹ばいになって、その子の目の方にね向くようにキューちゃん行ったりして、一生懸命友達を歌ったりなんかしましたね。そういう時やはりもう本当に一生懸命やってた人でしたと思います。キューちゃんの歌う友達は障害のある子どもたちへの応援歌となりました。君の目の前の キューちゃんが福祉活動に取り組み始めた理由、そこには母育さんの強い影響があったといいます。あれは七写真がまだ幼稚園の頃ですか、あ幼稚園じゃ小学校の頃、うちにもっと昔こう手がねやっぱりこう曲がったお手伝いさんがいたの、ご飯炊きのお手伝いさん、その人がおにぎり握るわけですよ、一生懸命お弁当やあれのとこ手にこうやって箸でもってね はまって、それは子供の時だから多少はね、そっと一生懸命働いてる人なんだよ、お手伝いさんにいたんですよ、おばあさんでね、だけど一生懸命作ってくれる、そっちの方が嬉しいだろつってね、そのぐらい母そういうお手伝いさんが来た時もそうやって言ったし、だからそういうのずっと持ってたんじゃない、手の悪い方の握手しようっつって、ちょっとマネージャーなんかが握手するでしょ、その時ちょっとためらう、そして怒ったんですよ、マネージャーなんかにも、何するか同じじゃないか、人は皆同じ。キューちゃんの福祉活動の原点には母育さんの教えがあったのです。この頃からキューちゃんは以前にも増して福祉活動に力を注ぐようになります。昭和51年から毎週1回北海道で放送されていた福祉番組サンデーキュー、キューちゃんはこの番組の司会を9年間も務めたのです。どうこの福祉村の方は慣れた？はい、慣れました。どうかね、ここの住み心地は？はい、うん、とってもいい、はい、うん、ここに来て友達いっぱい、はい、できましたか？いろんな施設に行ってそういう障害を持った方たちと触れ合うことが多かったですから、そこからやっぱり自分はもっともっとそういう子たちと触れ合って、すごくその番組を通してすごくそういう方たちが励みを持って毎週行くたんびに明るくなったりとか、音楽なんて考えられなかったの一緒に歌ったりとか踊ったりとか、それこそ本当に一緒に触れ合って番組を作っていった中でそういう気持ちがもっと膨らんだっていうことももちろんあると思いますし、キューちゃんが大切にしていた歌があります。全編手話で綴られた「そして思い出」です。誰かと話がしたい、誰かとどうぞ一緒に話がしたい、楽しく話がしたい。